はい、皆さんこんばんは、リモンネ先生です。というわけで今回は神隠しプレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、高校最後の夏、友達と思い出作りのために夜の学校に忍び込んだ。なんでこんなことをしてしまったんだろう。はぐれた友達の居場所とここから出る方法を探さなくては、ということで、夜の学校にね、忍び込むのは良くないですよね。普通に出ればいいんじゃないかと思いますけれども、何かあったんでしょうか。早速プレイしていきたいと思います。初めから。ある年の夏休み、私は友人と一緒に肝試しに行きました。隣町に何かが出ると噂の廃校があったのです。廃校なんだね。友人はあまり乗り気ではありませんでしたが、一人で行くのは怖かったので無理を言ってついてきてもらいました。もう一人で行くの嫌だったらもうやめたらいいのにね。思えばそれが間違いだったのかもしれません。廃校の前に着くと、そこには異様な空気が漂っていました。少し気遅れしましたが、好奇心の方が上回った私たちは校舎に近寄りました。なるほど。校舎に入るための扉には鍵がかかっていませんでした。おかしいですよね。扉を開くと、夏にしては冷たく暗い風が吹きました。そこで私はなんだかとても嫌な予感がしました。ここまでついてきてもらって申し訳ないけど、友人に帰ろうと言いました。しかし返事は返ってきませんでした。振り向くと、そこには友人ではなく何かがいました。そこで私の記憶は一度途絶えました。怖すぎんだろ。もう、なんだ、美術室的な。おい、なんだよこれ。出られなかった。なんか、なんか、ちょっと待ってくださいよ。なんかこの、ダメなんだ。この、こいつがこう見てる。そういうことか。この視界に入ったら、なんかしばかれると。なんかあるな。紙のようなものが。しばかれないように。私のお姉ちゃんから聞いたんだけど、学校の裏に神社があるんだって。金曜の放課後行こうよ。かわいい。花山のこと暗いし気味悪いかな。行きたくないんだけど。そもそもさ、あそこって立ち入り禁止のフェンスがあったでしょ。無理ちゃん。私は行きたい。猫かわいいじゃねえか。あと、あそこにもなんかあるな。ちょっと待って、これ。よしよしよし。はいはい。鍵取って。うわ、ここ大丈夫？やべ、なんか隅に追いやられた。いけるか。鍵。おーしよ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 し。なるほどね。紙に触れるな。紙？これ紙？紙なのこれ。刺されたら死にそうではあるな。何なんだろうこれ。ニュってなんかイカか。なんかすごい強めのイカとか。順番に来やがる。はっ、いったか。何なんだ、謎の生物がいるってこと？なんかあるぞ。紙や、ここにも。なんかめっちゃ汚かったよね。靴もめっちゃ汚れたし、最悪だよ。行ったのね。ただの廃神社だったってことでしょう。通り道も雑草とかひどかったし、誰も管理してないんだろうね。周りに紙札？なんだろう。みたいなのもいっぱい落ちてたし、もう二度と行かない。でも周りのフェンスとか綺麗だったよ。お化け出そうで怖いよね。なんでこれ最後の別な人かなこれ。なんか3番目の返答の文字のなんかこう、ってなんか全然力入ってない感じ。なんなんだろう。ロッカーは関係なしか。ここにも鍵だ。さらに進んでいけばいいのか。ここ大丈夫か。あー、うわ、こっからかよ。だれ。
いやじゃあこれ前に行ったら手伸ばしてくんだな、うざいことに。あそこなんだ、駆け抜ける系かな、なんかすげえ数出てきてたよね、謎の触手みたいなやつが。ここから行こうとしてないんだな、こっから。いや本当かよ、行け。よし、やはりダッシュだったか。なんなんこれは、紙なのこれ本当に。これとんでもねえな。あ、静かにしろ。じゃあ早いのよ。あーなるほど、スペース、あーこれなんか、あーい、あの赤い音符が出てきたときはしゃがめってことかな、多分。あそこにもなんかあんな。はっ、はいはいはい、あぶね、はっ、はい、よし。あの紙もね、せっかくなら見ましょう。はい、あの廃神社さ、もう一回行ってみない？今度は肝試しってことで。やめとけ。ついでにお掃除もして夏休みの運気アップ的な。絶対嫌なんだけど。まあでも本当にめっちゃ少しだけ気になるかも。じゃあさ、ついでに学校も探索してみよう。七不思議は本当にいるのか。別3人なのかな、3人の会話なのかな。うん、はい、あぶねー、よし、オッケー。よ、うわ、さ、避けろ。うお、やべ、早く逃げないと誰も助からない、話を聞いてくれない、私たちは間違えた。うわ、やっぱ行かない方が良かったってこと。はーい、はーい、包丁の向いてる方向に必ずしも行くというわけではないのか。おだおだ、はいはい、ああもう全然いいし。あ、なんだ、うわうわ、ミシン、ミシンエリアだ。おん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 、怖っ、こんなでけえ針に刺されたら一撃だ。当たりません。はい、危ない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 、うん、背中を見せるな、こいつにか。まずはあの紙を、なんでちょ一回ちょっと見させてこれ。この学校にはもうあいつがいる、きっと私はもう逃げられない。なんだあいつとは一体。はい、はい、よし。自分以外誰もいない時にする。女子トイレの3つ目の扉を叩く。はい、花子さん的なあれか。行くか、よし。3つ目の扉だ、これかな。誰もいない時にやる。あ、ここにはもうノートがある。助けて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 、誰が助けて。はい、ちょっともう無理っすね、これか。あ、あ、封印、扉に貼ってる。これを貼れってことか。これで、うわー、なんだこいつ。誰？おお、やばいやばい。え、ちょ、なんだ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 。わわわわわわ。
ここにここにここにか封印ふん。ちょ待って、俺ちょっと話違うわ。封印はいいけど、封印はいい、封印はいいけど、やばい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 、封印、封印はいいけど、あーどんどん封印していく。何枚、何体も、何回も封印していくのね。オッケー、オッケー、まだあるって。うわ、こいつ何なんだこれ。おやべ、包丁、危ねえ。おぶぶぶぶ、オープンね。うわおぉ、ばばばばばばば、あばばばば、よしよしよし、舐めるなよ。あ、なんすか、あ、シャンパン。やべ、こっからかよ。くっそ。まあ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 、まあ、容量は得た。容量は得ています。容量は得ています。はい、容量は得ています。さあ、容量は、あ、危ね。あ、やべ。危ない危ない、オッケーオッケーオッケー。前、前中心的に見ておいた方がいいな。オッケーオッケー。あれ、俺ちゃんと封印できてたかな。封印貼ってたか、俺。不安になってきた。ちょっと、マネキンのことばっかり。邪魔なんだけど、ガチ。これもう、前しか向かねえもん。前しか向かないで行ってみるわ。前しか向かないで行けんじゃね？前にいるやつが迫ってきて、ドアの前に待機されるのが一番だるいから。はいよ、前しか向かない戦法成功してる今のところ。ちょっとこれ、あ、やばいかも。あぶね、あぶね、やばいやばいやばい。うわあ、えっけー。え、これ大丈夫？あ、これしゃがみでいかなきゃダメ。なんで？あれ、消えるまでちょっと待ってなきゃいけないのかな。いや、またこっから。大丈夫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 。あれ、このゲームもこれ斜めに走った方が早いパターンだこれ。出た、斜めに移動することによって足が速くなるゲームですねこれ。来たよ、もう攻略完了。 OK、 これが止まるまで待つ。本当にちょっと無理じゃない？ちょっと無理。止まらないやん。どういうこと？しゃがんで？いや、ちょっと、何なんだろう？どうしたらいいんだろう？なんだこれ。ちょっとずつ進めばいけるか。バレへんように、バレへんように、ちょっとずつ。お、いった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 けど、うわ、やばい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 。あれで、ね、あのやり方で合ってんのっていうね。おい、ちょいやばいって、お前、おいバカ、お前やばいって、お前ギリギリまで、お前、おやばい、あ、ギリギリになったな。やばいやばい、あちゃあちゃあちゃ、おい、絶対やり方間違ってんな、絶対。間違ってんだろうな。やばいやばいやばい。おい、もういいか、もう行かしてくれ。来た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 、見えてきた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 。おい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 、じゃあね。あ、いった。私は無我夢中で逃げ続けました。そして気がつくと自分の家の前にたどり着いていました。夏休みが終わり、学校に行くとそこに友人の姿はありませんでした。クラスメイトに友人について聞きましたが、なぜかみんな知らないふりをしました。気になった私は友人の家に行きましたが、そこはもう空き家となっていました。近所の人に尋ねても怪訝な顔をされるだけでした。クラスメイトは友人について知らないふりをしたのではなく、本当に知らないし覚えていないのです。私以外誰も。そういうやつだ。後から聞いた話ですが、隣町ではいわゆる神隠しと言われる事件があったそうです。あの何かは神様だったのでしょうか。顔、紙に顔書いてないよな。友人は神隠しに会ってしまったのでしょうか。
今もまだ彼女はあの廃校にいて私を待っているのでしょうか。気になることは多くありますが、今の私に確かめる勇気などありません。私は一生友人を背負って生きていくのです。 Thank you for playing. Oh shit. はい、そんなわけで神隠し無事クリアすることができました。最後のアクションむずかったな。普通に短いながらもでもやりこたえがあって面白かったですね。皆さんは気になる廃校があっても決して行かないようにしてください。神隠しにやってしまうかもしれません。ありがとうございました。